広島市郷土資料館は、広島県広島市南区宇品にある歴史系博物館である。1985年5月開館。もともとこの建物は、明治時代に建てられた旧陸軍施設であり、広島市への原子爆弾投下にも耐えた被爆建物であり、その後様々な経路を経て、その一部を資料館として整備したものである。 広島地域の人々の暮らしに関わる歴史をテーマとした博物館、企画展と調節展がある。また、教室事業も活発に行っている。併設されている図書室の規模はそれほど大きくはないが、民族や風俗、文化遺産や調査書などが充実している。大きく分けて、江戸時代以降に広島地域で発展した地場産業と、 江戸から明治以降の広島特にここ、宇品の歴史とこの建物の来歴について展示している。この建物は1911年に建てられた宇品、陸軍両末市長、缶詰工場の一部にあたる。戦後、国が管理していたものを市が譲り受け再整備し、博物館として開館した。ほぼ春工当時のまま保存され、被爆により曲がった鉄骨など、保存展示している。また、 旧広島陸軍両松市長建物として1985年4月22日に広島市の重要有形文化財に指定されている。以下、観光系サイトが発表しているものを列挙する無料駐車場有。ありがとうございます。